まだ半分以上連載残ってるんですから、心でドカーンと山作らないと。締め切り来週の月曜日ですから。引っ越しなんかしてリセットしてみたいんですけど。この度はご成約ありがとうございます。缶詰になって書いちゃったりとかするんでしょ。ここ俺ん家なんだけど。猫集めやってるじゃないですか。猫が喜ぶおもちゃ。飼ってるんじゃないの。乾杯。ハマったってこと。かわいいな。全然かけてないじゃないですか。始めましょうか。今日から有名人の家だ。彼に期待してるのはお前だけじゃない。猫って人生の7割は寝てるからね。新しいおもちゃとか置くと新人くんが来てくれたりして。基本猫はツンデレ、たまにツンなしのデレの子もいる。最終回ちょっとうるうるきました。私の人生の分岐点にはいつも先生がいたんです。猫って追うと逃げるよ。女と一緒。